はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日ちょっと残業だったんですけど、残業だったおかげでカツオのお刺身が半額でした。今日はこれを使って、カツオの、漬け丼にしたいなと思っております。はい、ちょっと綺麗にね、血合いを取り除いて、カツオをちょっとお刺身に切っていきたいと思います。カツオのお刺身はかき出し醤油でちょっと漬けにしたいと思います。こんな感じね、こんな感じ。これでしばらく冷蔵庫に入れておきます。漬けにすると半額のお刺身でも生臭さとかね、取れるから。ご飯用意しました。酢飯です。酢飯を用意しましたので盛り付けたいと思います。どうやって盛り付けるかな。円形にするか。オッケー、カツオの漬け丼完成です。はい、どうもお疲れ様でした。1週間疲れたね。疲れた疲れた。本当疲れたな。なんで疲れるんだろうな。もう一言に、人付き合いが下手だから疲れるんだよな。本当そう思うわ。お疲れ様です。とりあえず食べましょう。カツオの漬け丼です。オープン。やっぱあれだな、盛り付けにセンスがないんだよな。まあね、味だからさ、味だから、要は美味しければそれでいいんだ。ではいただきます。温泉卵崩してね。トロン。ああ素晴らしい。卵の黄身が、もう黄身が素晴らしい。そう、あなたが素晴らしい。
で、いただきます。あ、うめ。うまっ。酢飯。酢飯最高だな。ほんと、なんか酢飯だとバクバクいちゃうんだよね、なんか。でもさ、人付き合いが下手だ下手だって言いながら、人付き合いがさ、上手な人ってもしかしたらマー君以上にストレスを感じて生きてるのかもしれないな。でも単純にコミュニケーション能力が低いんだろうね。本当そう思うよ。あ、これあの湯豆腐ね。湯豆腐。なんか湯豆腐が食べたかったから。あ、美味しい。あったかい。9月になって雨が降ってなんか急に寒くなるんだよ。なんか湯豆腐食べるとあったかくなるじゃん。あったかくなるなんて言いながらハイボール飲んでるんだけど。人間関係であのさ、いろいろとみんなストレスを感じるんだろうけどさ、マー君がストレスを感じてるっていうことは話してる相手もストレスを感じてるんだろうね。美味しかった。今日もお腹いっぱい食べれてよかったよ。なあ、近い将来お腹いっぱい食えなくなる日が来るかもしれないしよ。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。